お笑いコンビ、爆笑問題の大田光、58、が4日深夜放送の TBS ラジオ、ジャンク爆笑問題カーボーイ、火曜深夜1、0、に出演。お笑いコンビ、下振り明星、の先輩に対する、暴言、に驚く場面があった。写真、大田光が、いい加減にしろ。と注意した人気芸人粗品は4月放送のフジテレビ、主のつまみになる話に出演した際、 芸歴が24年も上の元お笑いコンビ、雨上がり決死隊の宮迫博之を呼び捨て。さらに、先輩ちゃう、あんなもん、と、あいつ、呼ばわりし、また自身の YouTube チャンネルでも、素人、扱いするなど、言いたい放題だった。これを受けて、宮迫は今月3日に自身の YouTube チャンネルを更新し、もう僕54歳なんです。勘弁してくれへんかな。僕の負けです。 すごいすごいと、乾杯、を宣言していた。この件について、リスナーから投稿が寄せられると、大田は、粗品お前、いい加減にしろ。もう本当に、とたしなめる。かわいそうだよ、と言いながらも、すごいよね。今までにあんな奴いないだろ、と粗品の言動に驚きを隠せない様子だった。